南房総国定公園ふっつみさきふっつみさきは千葉県ふっつ市の東京湾に突出するみさき。南房総国定公園に含まれる継承地。みさき一帯は千葉県立ふっつ公園として整備され、日本の白車聖書百選、関東の富士見百景に選定されている。みさき北側のふっつ日型は日本の重要湿地500指定地に含まれる。ふっつみさきの空中写真。 サスの先端沖にある島は第一海放中の島公園展望塔から望む富津岬、東京湾、富士山、小糸川川口付近から東京湾に面して南西方向に約5キロメートルにわたって突き出した岬。小糸川川口から岬の先端まで続く、フッツと称される細長いサスと、そこから磯根ン先まで続く。 ふつ平野と称される三角形の中石平野から構成されるが、全車のみをもって、ふつ岬と呼称する場合が多い。サスの先端沖には、要塞として使用された第一海報、第二海報がある。約6キロメートル離れた対岸の三浦半島間の崎岬ともに、東京湾内湾と浦賀水道を区切る境界となっている。岬の北側では、内湾の静かな、 波打ち材に174ヘクタールのフッツ干潟と称される干潟を形成し、南側では外洋の荒波に対する防波堤の役割を果たしている。湿地帯にはマガモやカルガモが飛来する海浜植物の群落もあり、フッツ海浜植物群落地として千葉県の天然記念物になっている。南側には九十九里浜などに生育する工房麦。 ケカモノハシなどの塩なす植物群落が多く、砂浜の北岸には、細葉の浜赤座、オカヒジキなどの内湾性野生植物が繁茂している。富津市の北側を流れる小糸川の土砂が内湾を時計回りする、長石流の働きで砂すを形成し、そこに外洋から磯根先の付近に流れ込んだ土砂が重なる形で体積面を形成していったのが、 フッツ平野の原型であると考えられている。その後の隆起などによって、フッツ平野は断球化し、そこへ、さらなる土砂の蓄積が加わることによって、フッツ平野の先端に、さすが成長した結果、尖り角岬を持つフッツスが形成されたと考えられている。完成の改革で知られる、白川藩主、松平貞信は、外国船の来航に備えて、 岬に台場をを設置する必要性を唱えた江戸幕府がこれを採用したのは、定信失脚後の1810年であり、最初の中東は首相者とされた白川藩に命じられることとなった。1821年には中東藩のための陣屋が設置された。1882年以後 フッツスは大日本帝国海軍の軍用地となり、沖合に第一海報と呼ばれる人工島が築かれたが、土砂の堆積と関東地震による流起によって、第二次世界大戦後の一時期までフッツスと地続きになっていたこともある。戦後は千葉県に払い下げられて、県立のフッツ公園となり、1953年に昭和天皇、光順皇后を招いた、 全国植樹祭の会場となった。現在、三崎の先端近くには展望台などが設置されている。ありがとうございます。